1967年1月28日、少年少女たちの代表100名が松竹撮影所へやってきました。それは怪獣に一番ふさわしい名前を付けにやってきたのです。全国から寄せられた21万通の中から厳重な審査を経て選ばれた名前を林家三平さんの司会のうちに白井専務から発表されました。さて怪獣の名前はどう決まったのでしょうか。当選者の長谷川智子さんが読み上げてくれました。私たちは松竹の大怪獣をギララと名付けます。完全に見た原子力宇宙船 AAB ガンマ号の佐野機長たちは、この大怪獣の秘密を探るべく火星探検の旅に出発した。FFC こちら AAB ガンマ、 FFC こちら AAB ガンマ。宮本さん、まだ連絡つかないの？ダメだ、また円盤のやつらしい。よし、奴に向かって突進するぞ。